国鉄タム8300経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は液体サイズ材専用の15トン積二軸貨車である。1962年12月20日に2両が富士中工業で申請された。積み荷の液体サイズ材は、 マレイン編成路人の30%水溶液で、政治用のサイジングに使用される薬剤である。鉄に対する腐食性や毒性はない。所有者は荒川化学工業であり、落成時の常備駅は常磐線の高萩駅であったが、その後山陰本線の法機台線駅に移動になった。1979年10月より火製品。 分類番号が制定されたが、本形式の専用種別である。液体サイズ材は無害、不燃性の物質であるため、化成品分類番号は表記されなかった。走り装置は、落成時から二段リンク式で、最高速度は時速 75km である。台枠は、長さ 7200mm の平台枠である。タンク帯は、普通構成。 ドーム付きのキセな支持稼働タイプである。タンク帯の長さは 6360mm、内径は 1700mm である。二役方式は、積み込みはマンホールから行う入れ式。荷下ろしは、土質管による下出し式であるが、粘性のある積み荷であるため荷下ろしには、空気圧を併用する。図色は、黒。全長は 8000mm。 全幅は 2450mm、全高は 3476mm、軸距は 4200mm、自長は10.1トン、換算量数は、赤車2.6、空車1.0、車軸は12トン長軸であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では、 全社健在であったが、1997年3月に2両とも廃社となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。